現地時間の12日玉城知事は基地問題や沖縄を取り巻く安全保障環境についてニューヨークのコロンビア大学で基調講演を行いましたその後教授や学生など参加したおよそ70人と意見を交わし学生からは厳しさを増す安全保障環境に対する沖縄の考え方や沖縄の言語や文化の保存に関する質問なども上がったということです 玉城知事は今回の訪米で、アメリカ兵による性的暴行事件について、アメリカ政府に直接抗議していて、国防総省の報道官は、深く心を痛めていると話しました。 さらにライダー報道官は兵士らの行動について、アメリカ軍の基本的価値観を反映していないと批判するとともに、今後、徹底的に調査していくとしています。うん